皆さんこんにちは、この度は、新名人、格闘技ダッシュ奪還された芝野虎丸新名人に、早速お時間をいただいてお話を伺うお時間をいただきました。よろしくお願いいたします。では大手記者よろしくお願いします。はい、芝野さん、名人奪還おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、まず新名人に、対局の直後の日にですね、宿題をちょっとお願いしましてですね、今日まで考えていただきました。七番勝負シリーズ中の私のこの一手というのをですね、お示しいただければと思うんですが、名人、考えてきていただいたでしょうか。はい、結構一生懸命。ありがとうございます。はい、では名人、はい、早速私のこの一手を、はい、教えてください。今回、迷ったんですけど、第1局から第1ですね。もう意外ですね。大丈夫ですか。いや全然いいです、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここまでの手順は若干怪しいですけど。はい、どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。宮本さんといえばやっぱり、この子もここまでそうですけど、結構字を稼いでるんですね。シリーズ中鮮明でしたね。はい、対照的でしたね。今回は結構字を取られても焦らないようにというか、はい、そういうことは多少は意識はしていました。芝野さん、焦ることあるんですか。はい、そうですね、まあ、だいたい先に G 取られるじゃないですか。まあ、そのパターンが多いですね。焦るというか、やっぱり、なんでしょう、はい、G を取って打った方が、まあ、最近は AI 的にも人間的にも打ちやすいような感じがしてしまうので、まあ、焦るというよりは、ちょっと形勢判断が難しいと言いますか、ずれてしまうことは多いですね。そこですね。はい、でこちらに渡って、はい、ではここに当てた手を、それが私のこのシリーズ中の私のこの一手とこの一手という感じでもないですけど、はい、はい、この手にしようかな。なぜこの一手を選ばれたんでしょうか。この手はそうですね、まあ、今の局面としてはやっぱり白に実利をかなり稼がれていますので、まあ、何か仕掛けていくか、手厚く攻めに行くかという、はい、まあ、選べるところだったと思うんですけど、はい、まあ、でもなんか今回のシリーズでは一応なんでしょう、まあ、結構ゆっくり打つ手を選んだことが多かったかなと思うので、はい、まあ、それがまあでもなんですよ、それの代表的な手になったかなとは思いますかね。代表的な手、その最初の一手ですね。最初の一手、決意表明みたいなもんでしょうかね。今シリーズはこれでいくんだぞと。はい、そういう意味でこの手を選びました。なるほど。仕掛けだとどう考えられるんでしょうか。仕掛けですとやっぱりちょっと思いつくのはこちらにつけていって、張智君さんが、おそらく検討言ってましたね、たくさんやられていたかと思うんですけど、それはダメなんですか。はい、これはですね、ダメではないんですよね。はい、でまあ、一応この覗きも決めときますか。決めますか。まあ、そんなに変わらないですけど、覗きを決めてからつけたとして、まあ、に昔は虎丸さんらしい感じがします。はい、そうですね、はい、まあ、本当は多分膨らみで打つと思うんですけど、何かこちらに受けてくれるのであれば、跳ね出して、うんうんうん、引き
切ったら逃げておいて、うん、これは困っちゃう。これは白が困ってますね。まあ、果敢に対してこちらに切っておいて、これは一気に中央の黒が広がりますので、なるほど、ね、今で金伸びぐらいで、まあ、こういう図になればもちろん黒が成功なんですけど、まあ、実際はこうはならずに、実際はこうならない。はい、白はつけられたタイミングで左辺に膨らんでおくのがいい点になってくるんですよね。はい、けら覗きを決めて、つけた時に膨らんでくる。はい、はい、でまあ、それに対してもし単純に受けるようですと、うん、切りから安定で決められて、うん、決めて、はい、それから押さえる。それから、まあ、逆に押さえが分かりやすいですね。 逆に押さえて、うん、まあ、これは跳ね出したいんですけど、はい、でこちらから打って、外側から、はい、ああ、はあ、はあ、その時に、まあ、本当はここに切りたいんですけど、これは必要で取られてしまうんですよ。主張なんですか、まあ、あれ難しいんですけど、はい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 、あ、これは主張、これはちょうど主張になってます。なるほどなるほど。はこちらに切るしかないんですけど、だから切るしかないと。はい、はい、そうですね、はい、で切った時にこちらにつながれて、なるほど、その時に左辺の交換のおかげで、うん、なんでしょう、まあ、切りもなくなってますし、こちらの切りも後手になっていますので、なるほどなるほど。なので左辺に受けてるようだとこのツケは、まあ、かわされてあんまりうまくいかないですね。なるほどなるほど。仮に伸びきれて、はい、のその後伸びきりぐらいのもんですかね。伸びきりぐらいなんですけど、実戦とは先ほどの図とは大差だと。あ、なるほど、はい、まあ、白は不満がなさそうな手切ったらまた伸びて十分打てる、はい、ということですね。はい、なるほどなるほど。それで思いとどまったということなんですね。はい、なんで実際は黒は5でもうちょっと厳しく打ってなんでしょう、うん、そちらの図ももちろん考えられたところなんですけど、まあ、一例として並べますと、そうですね、まあ、とほとんど1図しかないんですけど、はい、だいたい取材はこういう形でやってます。はい、いろいろ吸収した上で取材選択されていただいてます。すみません。はい、そうするとじゃあもう一回、はい、一応最善というかお互い良さそうな進行としては、黒は左辺に受けずにこちらに打って中央を強くする図ですね。でツナギに対してこちらにカケツイで、うんうん、これはどうなるんでしょうか。これが難しいですけど、うん、まあ何でしょう、まあ、結局図としては何か出た時にこちらに引いておいて、うんうん、でまあ白が何か左辺に、なるほど、もう張っておいて渡れているところですので、まあ、これで、まあ、次の一手も難しいですけど、まあ、例えばここら辺に打って、一発黒は伸びとくもんなんですか。先ほどのその3線ですね。どうでしょう、まあ、ここら辺はいろいろありますか。はい、打っときます。じゃあ打っときますか。はい、それで白はで白は入り渡って、うん、黒がこちら、あ、こちらですね。何か打って、なるほどなるほど、はい、これでまあ、これはこれで一局であると。そうですね、一応つけるとこういう進行が、うん、なるほど、まあ、ありそうかなというふうに。なるほど、まあ、これは後の研究で考えた図ですけど。なるほどなるほど。でも言ってる時はちょっと自信、うん、こういう図でも自信がなかったので実戦を手厚く打ったと。はい、いや割と決断の一手だったんですね。そうですね、うん、やっぱり実戦のように打って簡単に、うん、負けてしまうと、というか実戦は簡単に負けてしまったんですけど、うん、はいはい、まあ、やっぱり当てれるとというのも結構、うんうん、勇気がいる、自分にとっては、はい、大きい決断ではありましたね。うん、普段のそれまでの芝野さんだったらですね、はい、言ってましたかね。それまででしたらどうでしょう、やっぱり打てを何でしょう、もっと時間をかけてというか、はい、やっぱ考えていたとは思います、ね、つける手はね、はい、なるほどなるほど。今回は、うん、つける手は何でしょう、早めに諦めて、ああそうですか、実戦でも打てるかなということを、なるほど、判断もあって実戦でしました。結局この本局は落としてしまいましたけども、はい、それでもこの手を当てを選んだということはですね、はい、今でも確信があるというか、これで悔いはなかったと、はい、この手で、この少なくともこの手は悔いはないと、
この手はそうですね、悔いはないですね、まあ、実際後で検討してみてもこの手が落としたというよりはその後が少しこの後問題がありましたので、なるほど、まあ、でも全体を通してなんというか手厚く打った手で形勢を損ねたことも多かったとは思うので、やっぱり、まあ、後悔というよりはちょっと、まあ、判断力が足りなかったかなというところは多かったですね。ああ、そうですか、はい、この手は悪くなかったわけですよね。この手は、まあ、結果的には悪くはなかったような、うん、なるほど、まあ、決意表明の一手でこれでいくぞと、はい、いうことで、そもそもなんで本シリーズではですね、はい、井山さん地に辛いの分かってるじゃないですか、そうですね、はい、手厚くいこうっていうふうに思い定めてたんですか。どうですかね、まあ、でも今回の名人戦に向けて特別何か準備したというわけではなかったんですけど、まあでもどう、まあ、でも本当に用意していたわけではなかったので何とも言えないですけど、まあ、ただじゃあその前からそういう傾向があったんですか。はい、そうですね、やっぱり自分としても、まあ、3月からちょっと AI の時間を増やしたといったような気がするんですけど、はいはいはい、まあ、3月から増やしていて、まあ、そのあたりから少し打ち方も変わっていっていたような感じはしますかね。なるほど、自然にそうなったと、はい、それはじゃあちょっとインタビューでちょっとお伺いするとしてですね、はいはい、なんか僕はあのこの7番勝負に入ってからですね、はい、芝野さんが井山さんの挑発に乗ってこないような手が多く、はい、多かったように思ってですね、はい、なおかつ検討室でもですね、とかですね、おーとかですね、それはまあ面倒が飛び出るような手じゃなくて、はい、じっと我慢をするような手を対して、皆さん結構あのおたくさん声があったんですよね、はい、ただそれはじゃあ この対井山で考えた作戦じゃなくて前からそうだったっていうことなんです。僕少なくとも僕は気づかない、はい、気づきませんでしたね。それまでそうですかね、うん、まあ、でもそうですね、自分としてはもともとそういうふうになってきていたのかなというのもありますけど、うん、なるほど、ただ何でしょう、うん、これ終わった後だから言うことなんですけど、はい、まあ、井山さん、うん、中国のなんか記事でちょっと読んだことがあって、うん、なんか井山さんに勝つには戦うなみたいな格言があるらしくてはいはいはい、はい、聞いたことがあります、はい、いやなんで、まあ、それを意識したわけではないですけど、うん、まあ、でももともとそのなんでしょう、戦いの図を選ばなくなったのに加えてそれも多少が気になっていたかもしれないですね。中国の記事を見たわけですね、はい、翻訳かなんかの記事ですかね、はい、何かで見たような記憶だけあって、うん、なるほど、その戦うなっていうのは、はい、あの井山さん戦闘力があるってことですよね。そうですね、はい、なるほど、やっぱ日本では何でしょう、井山さんは戦闘力っていうイメージではないかもしれないですけど、うん、中国ではそういう風なイメージがあるみたいですかね、うん、多分ですけど、しかしでも戦闘力においては、はい、あのご自身も俺は戦闘力は自信あるぞと、はい、いうところじゃないんですか。そうですね、いや、まあ、やっぱり戦闘力も自信があるんですけど、やっぱ今までの7番勝負だと戦闘力というよりは、まあ、やっぱ布石だったりの判断力で、まあ、一気にあのダメにした号が多かったので、なるほど、まあ、やっぱり普段の勉強ではそこら辺を意識してというか、なんで戦いにしないという意識が特別あったわけではないと思うんですけど、うんうん、はい、逆に言うと手厚く構えて、はい、あの要するに戦える環境をもっと整えてから相手がやってくるなら、はい、その時は応じるというような感じなんですか、ね、はい、そういう感じもありますし、何、うん、でしょう、そのやっぱ局面の判断力を一応大事にというか精神に勉強はしていたので、なるほど、なるほど、ある程度自信を持って打つことはできていたかなとは思います、うん、その局面の判断力っていうのはもうなんかインタビューみたいになっちゃいましたけど、はい、局面の判断力っていうのはいつ頃から意識して、その3月の頃からっていうことなんでしょうか。まあ、そうですね、やっぱり AI を使って勉強するとなると、うんうん、まあ、AI はなんでしょう、やっぱ読みの部分だと、うん、まあ、特別、まあ、AI に頼らなくてもというか、うん、まあ、人間でできる部分もあるので、はい、
なんか AI とやるからにはやっぱ布石だったりの部分が、うん、なるほど、部分をやりたいかなとは思っていた、うん、いましたし、あとは単純に自分が布石の方が圧倒的に下手なので、うんまあ、そちらを中心にやろうかなというふうには思っていました。それはあれですか、はい、あの井山さんに番勝負で負け続けたから始めたんですか、はい、いやもちろんそれも理由の一つなんですけど、うん、ただ始めたその3月っていうタイミングがめちゃくちゃ手合いで負けていた時期なんですよね、はいはいはい、多分。なるほどなるほど。なんでまあそれもあってちょっと勉強を変えようかなというか、そういうところもありました。それがバッチリハマったわけですか、はい、まあ、ハマった、うん、いやでもこれちらっとなんかどっかで言ったんですけど、うん、本当に手合い以外の成績が今あんまりいいとは言えなくて、手合い以外の成績、あのネット語だったり研究会だったり、なんで、うん、まあ、やっぱりそのまだまだ、うん、あの AI の感覚とかはつかみきれてないとは思うんですけど、なるほど、まあ、でもまあやっぱり以前よりは少しずつ少しずつ良くなってはいるのかなとは感じてます。柴野さんも割と本番に強いタイプなんですか。はい、本番に強い、いやどうでしょう。いや僕は結構その、うん、まあ、昔からネット語ばっかり言ってたっていうのもあると思うんですけど、はい、まあそのネット語でも強いというふうにはその仲間には言ってもらえることは、はい、なるほどなるほど。何回かありました、ね、そうすると最近ネット語で成績上がらなくて、はい、本ちゃんであの結果出てるっていうのはですね、はい、なんか中村すみれさんを思わされますね。そうですね、まあ、確かに中村さんも結構そういうタイプではありますかね。中村さん あれですよね、はい、本ちゃん以外はあんまりいい成績上げてないと聞いてるんですが、まあ、そんなこともないですけど、やっぱ本番だとな、まあ、普段以上にというか、なるほど、そういう印象はありますね。やっぱりあのあれですかね、強い人っていうのは、はい、本ちゃんに力を出してくるんですかね。どうなんですかね。まあ、もちろんそういうタイプもいるとは思いますけど、まあ、でもやっぱ中村さんにしてもやっぱり普段の努力がすごいので、なるほど、まあ、当然出てくる記事かなとは感じますけど。わかりました。じゃあ、まあ、手厚い話はじゃあそこもまたあのインタビューでも改めて伺いますけども、はい、とりあえずこの私の言って意外や意外、第7局で出てくるかと私は思っていましたが、はい、なんと敗れて完敗に終わったとご自身も言ってらっしゃる第1局の53手目当てでした。これね、立ち合いの張竹雲先生がですね、はい、おお強いねって言って、これいい手に見えるとか言って、あ、はい、後からだんだん意見が変わってきたってなったんですよね。はい、それでもまあ、柴野さんの確信は変わらず、なおかつ今回この第一局ってね、はい、割ともっとちょっと辛抱が良すぎたっていうような話が、うん、外あの番組からはですね皆さん言ってたんですけども、はい、その話も柴野さんは聞いていながらですね、第2局からもですね同じように、辛抱の手をですね、続けてきたと、それは何手がないっていう思いがあったんでしょうかね。あ、まあ、確信というか自分は自分だと、はい、まあ、もちろん第1局を見て、うん、まあ、ちょっと我慢しすぎという意見はその聞いてたというか、はい、知っていたんですけど、まあでもそうですね、第1局に関しては何でしょう、まあ正直もう どうしようもなかったというか、まあ途中の判断ミスで一気にダメにしてしまってはいたので、まあ手を作ったのが悪かったというわけではないのかなというのは思っていて、なんで特別第1局の負けを理由に打ち方を変えるということはなかったですね。それで勝って3連勝という形でいきましたけども、はい、これ本茶に入りますから、じゃあちょっとインタビューの話ということでここまでにしましょうか、はい、とりあえずじゃあ私のこの一手はここまでにいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。